かり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。こんにちは。あの、さようなら。みんな修行して腕上げてっかな。みんな修行して腕上げてっかな。ご飯。こんにちは。あの、はい、さあトレーニングを始めましょうか。さあトレーニングを始めましょうか。この母乳に隠れてる。なかなか興味深い相手ね。まだやられないが、意外と粘るわね。対処できる。よっはっ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 じゃんけんチャンよっはっ。私の力見せてあげるわ。よっ、捕らえよっ、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 それじゃ、さよなら。よっ、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 捕らえよっ。もはや誰にも止められないわ。よっ、そろそろ消えてちゃう。よっ、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 もはや誰にも止められないわ。それじゃ、さよなら。よっ、ほら、じゃんけん。そろそろ決めるわ。しつこい奴、いつまで私につきまとうつもり。
私の計算を上回れたでもいいだろ。そろそろ決めるわ。 おめでとうございます。 始めましょうか。修行して腕上げてっかな。修行して腕上げて、どんな人造人間が出てきても絶対勝ってやっぞ。なんか嫌がんな。わりわり、いろいろあってさ。でも天津飯と戦ったりしてオラの修行にはなったけどな。どうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいたぞ。あ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな。あ、トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。
本当に弁当持ってかねえか。いいよ、ありがとう。すまねえ父。じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。南の都の南西9キロ地点、あれだ。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。何？町中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。ちょっと。
を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。どうだピッコロ、見つからんな。全く気配が読めん。気ぃつけてくれよピッコロ。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。他のみんな見つけられたんか。どいつだ、どこにいる。クリリン、そっちはどうだ。ダメだ悟空、怪しいやつは見なかった。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか。ヤムチャ。クリリ、ヤムちゃんまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから、連れて行って食べさせてくれ。分かった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。好きな死に場所を選べ、孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないが。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。
団長、大丈夫だよな。ああ、奴ならそう簡単にくたばらんさ。気を感じねえから強さもわかんねえ。君が悪い奴らだ。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ、戦う前に教えろ。なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおう。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。
俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやっはっ、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。ふん、貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。やはりそんな程度だろうな。バカだ。何をしても無駄だ。エネルギーはもらったぞ。やりっこ。エネルギーはもらったぞ。
しても無駄だ。エネルギーはもらったぞ。痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。何をしても無駄だ。やりっこ。エネルギーはもらったぞ。感じるのか、人形野郎でも。くらえ！こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ！